斜め左方向です。右車線を進みます。続いて目的地は右側です。ガーネチェを美味しく召し上がっていただくために簡単にご説明させていただきますので、ご一緒によろしくお願いいたします。ではお客様手前、右上からポッと、この中には強いのが入っておりますので気をつけて扱ってくださいませ。でハートの形したものが湯冷ましとなります。お隣がお給水、そして下に参りまして、本日の茶菓子は地元交流の様の茶菓子。入れましたら、缶の方はね、もう使いませんので、前に置いてください。全部入れてください。はい。平らに整えてください。
ますとね、後ろにお茶が盛りやすいものですから、お湯の身に対して徐々に傾けましたら、まっすぐ立てるような感じで注いでください。でもお灸は振ったり動かしたりしないでください。動かすことによって嫌な雑味が生じる場合ございますのでね、なるだけ自然に出すようにお勧めしておりますので、よろしくお願いいたします。はい、ではそろそろご準備くださいませ。はい、お祈りに注いでください。一煎目はなるだけ出し切ってくださいませ。口元から出ます一滴一滴がね、美味しさが凝縮されておりますので、出せば出すほど美味しくなります。整えてきましたら、お祈りの口にお経の口を添えて切ってあげてくださいませ。はい、いいと思います。でお経の、ね、ちょっとブラシすぎになりますから、ちょっとずらしておいてください。はい、じゃあ一煎目しか出ないお味でございますのでね、言うとしたらお出汁っぽいようなね、お出汁っぽいようなお味に出てるんじゃないかと思いますね。これを嗅いでみてください。とてもすがすがしいいい香りがいたします。また奥光とか破きた香りが違いますので、今回も同じようにお湯の手前のお湯の身に先ほどと同じように半分ぐらいでお湯を入れてみてください。お湯の身の方に半分ですね。半分入れましたら、今度は少しお湯の温度上げてまいりますので、お給水に入れてください。はい、お給水に入れて蓋をして5秒待ってください。蓋をしましたら5秒ですね。3、4、5。はい、結構で注いでくださいませ。一煎目になりますとね、一煎目でまったりとしたお味を消えますけど、旨味成分が残っておりまして、そこに少し渋みが加わりましてね、喉越しのいいすっきりしたお茶に変わってくると思います。渋みが加わってきますね。このお湯を直接お給水に入れてください。お給水の茶葉が浸るぐらいでいいですね。はい、そのぐらいでいいですね。で、蓋を押して5秒待ってください。5つ考えたら注いでください。はい、そのぐらいでいいですね。蓋を押して5秒ですね。はい、です。蓋を押して5秒、5つ考えたら、お湯ですと茶葉が開いてまいります。ですから渋みも増してまいります。渋くなったところで少しお飲みになりましたら、お茶菓子の方を召し上がってみてください。少し飲んだらお茶菓子を召し上がってください。召し上がってくださいね。で、4煎目もね、同じように直接入れていただければお茶の方まだ十分出ますのでね、朝もゆっくりと楽しんでくださいませ。そしてこちらのお部屋の方なんですけどね、お部屋には水瓶靴が2つございます。今こちらのもみじのところに1基と、
ましたもん。こういうことか。通行止めやわ。この下から来てるわ。語れませんでした。青べつり橋。